緑の発表は松田です。よろしくお願いします。さあ本日は浦貝くんに相談だ。何でもお願いしてください。はい、さあ早速来ております。はい、はい、今ご相談で、来年の5月中旬に子供が生まれる予定です。ほう、何か名前に入れると良い文字などありましたら教えてくださいと。おー、来ましたよ。まあまあまあ、おめでたいお話ですよね。そうです、おめでたいおめでたい。これちなみに一般の方から。いや、これはですね、はい、実はですね、この番組の作家さんから、うん、これ私物化してるじゃねえかよ、この番組の。まあまあ、完全に私物化ですよ。本当に普通に聞きたいことを言ってるわけですから、これこれからも多そうな気がするよね。まあまあまあ、まあまあ、教えてください。でね、はい、まあ、お子さんの名付けの場合って、ええ、やっぱり本当は生まれた日まで、要するに生年月日まで分かってそれに合わせるのが一番いいんですよ、うん、だけどまだこれからなので、うん、まあ、予定日っていうのがあっても、はい、本当にその日ぴったりに生まれるかどうか分かりませんので、うん、とりあえず来年、2015年の5月っていうその大きな枠から見て、はい、いい文字っていうのを、まあ、ちょっとこう緩く絞り込んでみましょう、うんうんうん、ですからこれは本当に他のこれ見てる方でも、はい、来年5月にお子さん生まれるとか、うんうん、あとね、来年5月に名前変えるっていう人でもいいです。芸名だろうがペンネームだろうが、それでも要は来年5月から使い始める名前にいい文字はっていうふうに、そういうふうに絞り込んであるんですね。そうなんです、そうなんですよ、で、来年はですね、はい、まあ大体日本人の名前だから漢字使うのが多いと思うんですよ、まあ、カタカナもいるかもしれない、うん、まあね、いるかもしれない、はい、でまあ、でいくとね、まず漢字でいくと、はい、部首として、草冠のついてる字が非常に来年いいんですよ。そうなんすか。まずは草冠の字がとってもよろしい。草冠、はい、あと、明るいとか、はい、目ですよね、明るいっていう字とか、はいはい、あと、それから火、炎の火にまつわるような文字、秘変の文字ですよね、まあ、あんまり人名で秘変ないか、まあ、でも火と明るさと光と、そういうようなものにまつわる文字、これはまあ部首ではなくて意味合いとして、美しいとか明るいとかそういうニュアンスのある文字、こういうのを使う、この2種類が来年ベストな文字になってるんですよ。へえ、そう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 、だから、まあ、例えば明美さんなんていう名前だったら明るいに美しいなんていうと、うん、もうその今の、2つ目の文字を両方とも使った形になったりするし、じゃあ両方使ってもいいんですか。もちろん両方入れてもいいし、1個でももちろんいいし、漢字3つで3つとも使ってもいい、まあ、全然 OK です。使えば使うほど OK で、逆に来年避けた方がいい文字は、はい、水に関わる文字、要するに山水です。山水の字はなるべく来年生まれの子にはつけないほうがいいです。まあ、逆っちゃ逆ですよね、火に対して、まあ、ちょうど火と水の組み合わせですのでね、まあ、これぐらい緩くしといて、あとはその名付ける方のセンスですよね。あんまりガチガチにもうこれってやっちゃうとなんか気に入らないっていう場合が結構あるので、緩く限定しといて、あと親御さんなりが自分で候補選んできて、でまた占い師とこう何度も何度も詰めてっていうのが、まあ正式な改名依頼の時のやり方なんですよ。なんか占い師が勝手にこうほら自覚だけで選んで、なんか暴走族みたいな名前つけるみたいなじゃないですか。センスの悪いやつ、あれはね、やっぱりね、納得できないものがいっぱいあるんですよ。だからもう最終的には親御さんというか名付けとのすり合わせになります。それが一番いいですよね、もちろん。ですから、まあ、今日はこのくらいの緩やかさでという、まあ、さらに本当に 日にちが分かればもっとビシッと選べるわけですね。であくまでも来年5月生まれの人限定ですので、うん、別に山水の名前つけたから絶対ダメっていつもダメじゃないんですよね。年回りによっては今年は山水つけた方がいいぞって場合もあるよと。へえ、面白いですね。そういうことなんです。なるほど。はい、今さっきまた何か言ってきましたよ、はい、また近くなったらお願いします。完全に私物化しようとますね。5月生まれたら絶対日にち言って時間言ってくるでしょう、ね、はいはい、もうここで公開してやろうって、はい、ではでは、はい、ということで、ご参考になさってください。はい、また明日も見てください。